こんにちは。今回は2021-2022 J リーグのオフの移籍市場でのアビスパ効果の補強ポイント並びに獲得できたら面白いと思う選手について考えてみました。本日は2021年の12月14日です。今年も残りは約2週間となりました。2021年の J リーグは全日程が終了して残すは天皇杯のみです。ほとんどのクラブはオフ期間に突入していますが、移籍話が気になる時期になりました。今回は J1 のアビスパ福岡をピックアップしたいと思います。福岡以外の J リーグの56クラブの動画はすでにアップ済み、もしくは今後アップ予定です。合わせてチェックしてみてください。それではスタートです。まず最初は2021年シーズンの振り返りです。悲願の J1 復帰を果たしましたが、昇格1年目ながら8位と大躍進しました。 J1 残留を達成したのは2000年以来となります。5年周期のジンクスはついにピリオドが打たれました。4節の徳島戦で初勝利を挙げましたが、10節からは6連勝を達成しました。ハイライトは開幕から無敗を続けていたフロンターレに勝利した試合です。次は数字で2021年シーズンの福岡を振り返ってみたいと思います。まずは主要プレイヤーの個人成績ですが、ファンマと山岸とジョンマリがチーム最多の5ゴールを挙げています。クルークスと金森も4ゴールを挙げています。右サイドバックのサロモンソンは3ゴール6アシストとたくさんのゴールに絡みました。次は各種のスタッツについてです。見ての通りボール支配率、パス数、30mライン進入回数が20位で J1 ワーストです。1試合平均の得点数は 1.11 で12位なので、ある程度は点が取れていますが、ドリブル数も19位なのでシンプルな攻撃が多かったことがわかります。その他で気になる数字を挙げてみると、セットプレーは11得点8失点でした。 J1 平均が 11.65 なので、セットプレーからの得点は J1 平均程度と言えます。平均年齢は J1 の20クラブの中で5番目に高い 28.36 歳でした。一方平均身長は 179.26cm ですが、これは J1 の中では FC 東京に次いで2番目に高い数字となります。他に注目すべき数字を挙げてみると、途中出場した選手が12得点というのはマリノスに次いで J1 で2番目に多い数字となります。ジョン・マリは1人で4得点を挙げていますが、これは個人としては J1 で最多タイです。鹿島の上田綺世とガンバのパトリックも途中出場で4ゴールを挙げています。ネガティブな数字を挙げると、23歳以下の選手の総プレー時間がわずか204分しかなかった点です。三國ケネディ・エブスと北島が出場機会を得ていますが、ほとんどプレー時間は得られませんでした。204分というのは J1 最少となります。今オフ並びに来シーズンの福岡はどうなるでしょうか。 J1 残留に導いた長谷部監督の続投はすでに決定済みです。過去2年間のチーム作りは文句なしと言えます。今シーズンは8位だったので、さらに上を目指したいところですが、昇格組の磐田と京都が力のあるチームなので、あまり上を見すぎることなく、まずは J1 残留を果たしたいところです。次は12月14日時点での補強に関するニュースです。現時点で入団が内定している新卒の選手は江南大学の井上です。187センチの大型センターバックで、2021年の3月とかなり早い段階で内定が出ています。兵庫県にある江南大学の出身ですが、江南大学出身の J リーガーは岡山の木村に次いで史上2人目となります。早くも残留が決定した選手がたくさんいますが、正キーパーの村上、5ゴールのファンマー、夏に加入した中村俊、ベルギー出身のクルークス、長身テクニシャンの山岸、
博多のネイマールと言われる金森はすでに契約更新が発表されています。その一方でサロモンソンとブルーノ・メンデスとカウエの対談が決定しました。去就が微妙なのは鹿島から期限付き移籍のセンターバックの奈良です。山口に期限付き移籍中の桑原は移籍先で出場機会を得ているのでレンタル延長の可能性が高いと言えます。現時点で福岡の獲得候補に上がっている選手はジュビロのルキアンと浦和の田中達也の2人です。ルキアンは J2 で41試合に出場して22ゴールを挙げて得点王に輝きました。福岡がルキアンを獲得するとなるとかなりの驚きです。田中達也はアビスパ福岡の U15 出身です。次はコンオフの補強ポイントについてです。最優先補強ポイントは以下の3つです。軸になれる大型フォワード、打開力のあるアタッカー、サロモンソンが抜けた右サイドバックの主力候補の3つです。サイドからドリブルで仕掛けられる選手が少ないのは今シーズンの福岡の弱点でした。サロモンソンの抜けた穴はしっかりと埋めないと大きな穴になる可能性があります。その他の補強ポイントとしてはポジション問わず若手の有望株、裏抜けが得意なスピードのあるフォワード、フィード力の高いセンターバックの3つです。21歳以下の選手がほとんどいないことを考えると何人か若手をかき集めたいところです。ターゲット系の選手が多いフォワードは少しタイプの異なる裏抜けが得意な選手を獲得したいところです。最後にコンオフに福岡が獲得できたら面白いと思う選手を18人挙げてみました。まずは軸になれる大型フォワードです。ジュビロ磐田のルキアン、同じくジュビロ磐田の小川航基、同じくジュビロ磐田のファビアン・ゴンザレスの3人を挙げてみました。さっきの通りルキアンに関してはすでに福岡への移籍が決定的と報じたメディアもあります。小川航基は水戸時代に長谷部監督の指導を受けています。次は打開力のあるアタッカーです。浦和レッズの田中達也、ロアッソ熊本の杉山、大宮アルディージャの奥抜きの3人を挙げてみました。田中達也だけでなく熊本の杉山もアビスパ福岡の U15 出身です。 J3 では屈指のドリブラーです。次は右サイドバックの主力候補です。 FC 東京の中村拓海、浦和レッズの西大吾、東京ヴェルディの浜崎の3人を挙げてみました。中村拓海は東福岡高校の出身です。西大吾は実績十分のベテランですが夏に酒井宏樹が加入して浦和での立ち位置は微妙です。次はポジション問わず若手の有望株です。大宮アルディージャの黒川、徳島ボルティスの小西、ガンバ大阪の福田の3人を挙げてみました。黒川も水戸時代に長谷部監督の指導を受けています。福田は東福岡高校出身で様々なポジションでプレー可能なユーティリティです。次はスピードのあるフォワードです。大宮アルディージャの中野誠也、水戸ホーリーホックの安藤瑞希、ファジアの岡山の川本里夫の3人を挙げてみました。中野は途中出場で仕事ができるストライカーです。最後はフィード力の高いセンターバックです。柏レイソルの上島、コンサドーレ札幌の柳、ベガルタ仙台の吉野の3人を挙げてみました。上島は2020年に福岡に期限付き移籍して主力として大活躍しました。柳はセンターバックだけでなく右サイドバックや右ウィングバックや左サイドバックでもプレー可能です。今回の動画は以上です。本動画ではアビスパ福岡をピックアップしましたが、福岡以外の J1 の19クラブの動画はすでにアップ済み、もしくは今後アップ予定です。見逃し防止のためにもチャンネル登録をよろしくお願いします。最新の動画は毎日夕方の18時ぐらいにアップしています。最新の動画をチェックしたいときはそれ以降の時間帯にアクセスしてください。
以上、サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございました。